ストロークがあるんでね、到着遅れてますけれども少々お待ちくださいね。はい、オードリーですけどもね、よろしくお願いいたしますね。今日はちょっと皆さんにね、聞いてもらいたい話があるんですけどもね。皆さん、ハロウィンの仮装は今年も春日ですか？ね、まあそれはそれとしてね、聞いてもらいたい話なんですけどもね、最近ですね、僕演技をする仕事がね結構あったりするんですけどもね。ヒルダンデスの食リポか？あ、違います。あれ演技じゃないですか。僕本音でね味の感想言ってますからね。春日も本音で言ってるぞ。まあこいつはね、うましさ言ってればいいんで楽そうですけどね。うまし、今ね言わなくてもいいんですけれどもね。で、なんで僕なんかにねドラマとかの仕事が来るのかなと思うんですけどもね。事務所のゴリ押しだよ。実力でね仕事が欲しいものですけどもね。夢みたいなこと言ってんじゃねえぞ。誰もいなければ手が出てますけどもね。で、楽屋に入ったらまずね台本を読むんですけどもね。まずスタッフの悪口だろ。言わねえよ。いつも言ってるみたいだろ。俺いつも言ってるだろ。言ってないよ。お前じゃないのか、スタッフさんの悪口言ってんの。春日が言ってるのは共演者の悪口だよ。ダメだよそれ。それもダメだよ。誰の悪口言ってんだよ。森永卓郎だよ。名前出すなよ。なんで名前出しちゃうの。で、僕がもらったね、この間のねドラマの役がね、心が優しいあったかい先生役なんですけどもね。ミスキャストだろ。なんでだろ。いいだろ別に。何の役だったらやっていいんだよ俺は。理屈っぽい2チャンネル役だよ。やだよ。そんな風に見えてんのか俺のことが。それでドラマとか映画差し入れがあるんですよね。僕も差し入れしたんですよ。シュークリームを差し入れしたんですよ。現金にしろよ。そう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 、現金を差し入れしてね、みんななんで近寄ってくるんだよ。今乗りツッコミしてんだろ。なんで邪魔すんだよお前。邪魔してるけど、映画とかの仕事来たら、まあ、春日さんできんのちゃんと。そういうのは春日は近いうちに主演で映画の監督やろうと思ってるからね、いやお前酔っ払ってんのかお前。できるわけないだろお前。一流の芸人は成功した後映画を撮ると相場が決まっているからな。お前三流のロケ芸人だろ、何言ってんだよ。たけしさんも、松本さんも、内村も主演で映画撮ってる。なんで呼び捨てなんだよ。内村さんだろお前、失礼だろ。よし分かった。何が分かったんだ。今日特別に春日が撮る映画の予告編を見せてやる。いいよ誰も興味ないよ。幕が上がる。いいよ映画館やんなくて。岩場に波の映像ザッザン。まあよくあるけどねそういう映像。三角の真ん中に春日。東映だろお前。東映なんだよ。バシュン、春日としたし、初監督作品、まあそういうの出るよね、バシュン、奇才春日は一体どんな映画を撮るのか、奇才ではないと思います。バシュン、千年の一人の天才春日が、早く内容言えよお前。どんだけ煽ってんだよ。バシュン、物語は、とあるスポーツジムで始まった。それらしく言わなくていいよ。都内一等地のスポーツジム、スポーツジムなの、ね、もう最新のマシンがずらー、ジムジムね、もういろんなダンベルが、ダン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 、置いてあるの。音しないけど。音楽がズダンズズダンズダンズズ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 ズ。内容説明しろよ。分かったよジムはよ。そこに主演の春日、主演なの、カリスマトレーナー春日が登場。ベーン、自動ドアをドガーン。自動手動で開けて、もうタンクトップ、腕がムキ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 、いつもと一緒じゃねえか。腹筋がもうバキ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 、腹筋がもう板チョコ、板チョコみたいな。肩がバーンバーン、肩もね、肩がメロンメロンみたいにね、胸が胸がパンパン、胸もすごいの、胸が胸がスッと出せよ。何でもいいから言えばいいんだよそこは。バシュ、男はジムで妖艶な人妻と運命的に出会う。これ不倫の映画ですかね。人妻がトレーニングしている。不倫ですか。鏡の前、サイドレイズ、サイドレイズか分かんないですけどね。いやもうマイケル・ジャクソンじゃん。Who's that? いやマイケル・ジャクソンじゃん。寄せなくていいよ。汗がボワーッとボタボタボタ、もう床がもうビシャ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 。もう病院行った方がいいよそんな人。ソバージュがチリ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 。失敗してんじゃねえかパーマそれ。バジュ、人妻に誘惑される、カリスマトレーナー春日。誘惑されるんですか。春日さん、私とこの後ツナ缶食べに行かない。どんな誘い方だよ。お奥さん、ノーオイルのものだったらいいですよ。何だその受け答えを。私、あなたのプロテインになりたい。奥さんのためならドーピングしてもつまんなそうだな。誰が見んだよそんなのよ。タイトルバーン、
イトル出んの？ジムの名は君の名はだろお前。寄せすぎだろ。スポーツジムの映像、3階建て、はいはい、ガラス張り、まあかっこいい、立派なジム、ね、スタイリッシュ、うんうん、ボーガー、何があったんだ、ダンベルがピューンピューンピューン、何があったんだ、マッチョたちがわー助けてちょっと面白そうだなおい、体を鍛えて、うん、なんでミュージカルなんだよ、抱き締めたい、ミュージカルだなお前それ、バシン後半30分、うん、涙が止まりませんでした、うん、26歳女性、あ、そういう感想出ますよね、ひよこくん、バシュン、うん、後半30分、笑いが止まりませんでした、いや、どっちなんだよ、泣いたり笑ったり、35歳男性、どっちなんだよ、笑ったり、バシュン、頭の悪い僕には、うん、内容が分かりませんでした、うん、そういう人もいるのね、38歳、うん、若林正恭、俺じゃねえかよ、なんで俺も言えちゃってんの、タイトルバーン、さっき出しただろう、だからジムの名はさっき聞いたよそれ、人妻とプロテインとつながる、増えてんじゃねえかタイトル、主演、うん、春日俊明、いや客集まんないだろお前、主演人妻役、うん、倍賞見つかる、だいぶ年上だな、主題歌、うん、ラッドウィンプス、やってくれるわけないだろお前、全然前回のトレーニング、全然前世みたいに言わなくていいんだよ、エーリン、エーリンって出るけどね、 R15、 まあまあ過激だなお前、監督、うん、春日俊明、何回出すんだよお前の名前、助監督、うん、ティム・バートン、ありえないだろ、なんで助監督の方がすげえんだよ、ぼやー文字が浮かび上がってくる、筋トレやめますか、うん、それとも不倫やめますか、うん、この映画の上映やめろお前、え、ホラー映画なの、どういう映画なの、今ならオリジナルプロテインシェイカー付きマイル券絶賛発売中、いらねえよ、誰が欲しいんだよお前それ、この映画をマッスル北村に捧げる、誰だよそれ、聞いて損したよお前、誰が見に来んだよ、お前と漫才やってらんないよお前、お前それ本気で言ってんのか、いや本気で言ってたらこんな楽しくやんねえだろお前どうもありがとうございました。